アナコニュは、クロアチアドゥブロブニク出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーでシングルス1勝を挙げている。身長 174cm、体重 65kg。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。WTA ランキング最高位はシングルス20位。コニュは5歳でテニスを始める。 ジュニア時代は2013年全豪オープンと2013年全米オープンのジュニア女子シングルスで優勝している。2014年にプロに転校。四大大会では2014年全豪オープンで予選を勝ち上がり初出場し1回戦で第4、シードのリダニに6、0、6で完敗した。2014年ウィンブルドン選手権では3回戦まで進出した。 2015年6月のノッティンガムオープンでツアー初の決勝に進出し、モニカ・ニクレスクを16、64、62で破り WTA ツアー初優勝を果たした。2016年8月のリオ五輪で初めてのオリンピックに出場した。シングルス2回戦でカルラ・スワレス・ナバロに6から7、3から6で破れた。2016年全米オープンでは4回戦で、 アグニエシュからドワンスカを64、64で破り、ノーシードからベスト8に進出した。準々決勝では、カロリナ・プリスコバに26、26で敗退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回線敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退。 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。